アメリカ合衆国のシャンプーのラベル。霧の良い値のメートル法単位の表記が、米国関与単位による規制数値の表記の後に書かれている。本項目では、アメリカ合衆国のメートル法化について記述する。メートル法化とは、国際単位系に代表されるメートル法を導入して、従来の単位を置き換えるプロセスである。アメリカ合衆国のすべての関与単位は SI により、 再定義されているが、2017年の時点でアメリカ合衆国はメートル法を主要など良好として公式に採用していない参加国のうちの一つとなっている。アメリカ合衆国において日常的な目的には関与単位が広く使用されているが、科学、医学、国際関係などの分野では SI が使用されている。1994年以降の連邦法では、 ほとんどの梱包された消費財には、寛用単位とメートル法単位の両方を表示することが義務付けられている。しかし、多くのアメリカ人は、日常生活の中でメートル法単位のサイズに慣れていないままである。憲法は議会に、軽量の基準を決定する権限を与えているが、1832年まで寛用単位は正式化されていなかった。19世紀初頭、 政府の測量、地図作成機関であるアメリカ沿岸測地測量局では、フランスからもたらされたメートルとキログラムの標準を使用していた。南北戦争直後、アメリカ合衆国第39議会は、1866年のメートル法化法によって商業におけるメートル法の使用を保護し、各州にメートル法による一連の土量校の標準を提供した。 1875年にアメリカ合衆国はメートル条約の最初の17の締約国の一つとなり国際的に認知されているメートル法の開発に参加する意思を固めた。この国際条約ではその基準の正確さを改善することでメートル法を改良するために5年間ごとに会議を開催することが定められた。メートル条約により 国際的に使用される測定の基準を提供するためにフランスセーブルに国際土量公局が設立された。1893年のメンデンホール指令の下でビップムの講演で国際協力を経て開発されたメートル法の標準がアメリカ合衆国の長さと質量の基本的標準として採用された。それ以降フィートやポンドのような米国関与単位の定義は メートル法の単位に基づいている。1895年のユタ州憲法第10条第11節では、メートル法は州の公立学校で教えられるべきであると規定された。この不死は1987年7月1日に廃止された。国際度量構想会はメートル法の統治機関であり、メートル条約の調印国で構成されている。国際度量高層会では、 1960年に国際単位系というメートル法の最新版が承認された。1964年2月10日、国家標準局は明らかに有害な影響を及ぼす場合を除き、メートル法を使用するとの声明を発表した。1968年、議会はアメリカ合衆国の計量制度の3年間の調査である米国計量調査を認可し、 メートル法化の実現可能性に重点を置いた。商務省が調査を行った。45名の諮問委員会が相談し、数百人の消費者、企業団体、労働組合、製造業者、州と地方の職員から証言を取った。この研究の最終報告では、アメリカ合衆国がメートル法の計量システムの使用において、最終的に世界の他の国々に加わることになると、 結論付けた。この研究ではメートル法の単位はすでに多くの分野で使用されており、その使用が増えていることが分かった。研究参加者の大半は特にアメリカ合衆国の対外貿易の重要性と技術の影響力の高さを考慮してメートル法への転換がアメリカ合衆国にとって最善の利益であると考えていた。1980年頃にアメリカ合衆国で 製造販売された軽量カップ。メートル法単位と米国関用単位の両方でメモリが付けられ、右利きの利用者にとって正面になる位置にはメートル法のメモリが付けられている。米国軽量調査はアメリカ合衆国に対し10年以上にわたる慎重に計画された主に使用する単位のメートル法への移行を実施することを勧告した。議会は アメリカ合衆国におけるメートル法の使用の増加を調整し計画するための1975年のメートル法転換法を通過させた。自主的な転換が開始され、計画、調整、公的教育のための米国メートル法委員会が設立された。公的教育はメートル法への大衆の自覚をもたらしたが、大衆の反応は抵抗や無関心、時には 嘲笑が含まれるものだった。1981年、ユスムは議会に対し国家的な転換をもたらすために必要な明確な議会の権限を書いていると報告した。この無力さと、レーガン政権の尽力により、ユスムは1982年の秋に解散された。ユスムの解散により、メートル放課が本当に実施されることに疑問が持たれるようになった。 国家間の競争力と世界規模の市場の需要が増加していても公共部門と民間部門のメートル放火は減速した。1973年に米国経済のすべての分野におけるメートル放火活動の計画と調整のための冷えり、非課税組織として米国国家企画協会によって米国国家メートル法委員会が設立された。1976年に アンムシーは独立した組織になった。アンムシーは費用を最小限に抑え、利益を最大化し、加入者に情報、フォーラム、個別援助その他のサービスを提供する、自主的かつ秩序のあるプロセスを維持することによって、米国のメートル放火を容易にすることを目的としていた。アンムシーは1975年の メートル法転換法で定められた方針の実施のみを試みたユスムとは異なり多くの産業部門のメートル法化の計画を調整しようとした。ユスムの設立後アンムシーの委員会は科学部門と機器部門の転換計画を提出した。これらの部門の転換計画は後にユスムによって承認された。1975年から1987年まで アンムシーは盛大な年次会議を開催した。続いて、1989年から1993年まで、アンムシー、米国メートル放課連合、商務省、国立標準技術研究所が共催した全国計量会議が開催された。1980年代の旧式の制限速度、標識、マイル毎時とキロメートル毎時の標識が併用されている。 1988年、議会は包括通商競争力法を制定し、米国の産業育成のための新たな奨励を行った。この法律は、1975年のメートル法転換法を改正し、メートル法を、米国の貿易と商業のための優先制度とすると定めた。この法律は、自主的にメートル法に転換するために、連邦政府が産業、 特に中小企業を支援する責任を負っていると規定している。この法律は、ほとんどの連邦政府機関に対し、1992年末までに、調達、助成金、その他の事業関連活動においてメートル法を使用することを要求した。民間部門でのメートル法の使用を義務付けるものではないが、連邦政府は、国の貿易、産業、 商業におけるメートル法への転換の触媒として役立つよう努めてきた。高速道路と建設業は例外とされた。運輸省は2000年までにメートル法への転換を要求する予定であったが、この計画は1998年の高速道路法案によって取り消された。米軍は他の国の軍隊と協力する必要があることから、一般にメートル法の使用率が高い。 議会の一部の議員は1992年と1993年に連邦高速道路でのメートル法の使用を禁止しようとした。これらの法案は会員で指示が得られず採決前に廃案になった。火星探査機の喪失異なる2つの単位系の使用は1998年の火星探査機マーズクライメートオービターの喪失の原因となった。 NASA は契約の際にメートル法の使用を指示した。NASA や他の組織では作業においてメートル法の単位を適用したが、下請け業者の一つのであるロッキード・マーティンは開発チームに対してスラスターの動作データをニュートン秒ではなくポンド10秒で提供した。探査機は高度約150キロで火星を周回することを意図していたが、間違ったデータにより高度約57キロメートルまで、 硬化してしまい、火星の大気中で燃焼した。トゥオード、エーメトリックアメリカ国家のメートル崩壊の取り組みは、米国の産業、商業の生産性、数学、科学教育、世界市場における製品、サービスの競争力が、メートル法の採用によって強化されることを前提としている。米国メートル放火プログラムのディレクター、ジェラード・イナネリは、 両方の測定値が示されていないときに、海洋単位からメートル法の単位に変換するするのにかかる努力のために、アメリカ人は今のところメートル法化を行っていないという意見を述べた。また、公教育と意識向上のための効果のない試みであると指摘した。2010年6月、ニストは現在必要とされている米国海洋単位と、 メートル法単位の二重表示ではなく、自主的にメートル法単位のみの表示にできる、要、構成放送表示法の改正を要求した。この改正の目標は、米国のメートル法のより大きな合意につながり、国内外の小取引の簡素化につながるメートル法の表示を促進することである。ニストのメートル法科のコーディネーターエリザベース・ジェントリーは、提案された改正が、 米国の製造業者と消費者の要求に応えていると述べ、特に放送上のコンテンツの不動産の限られた、賞味料を管理したいと考えていると付け加えた。2012年12月31日にホワイトハウスへの請願にホワイトハウスが帝国単位の代わりに米国で標準的なメートル法を使用するようにと嘆願した申し立てが寄せられた。 2013年1月10日、この申し立ては2万5000件以上の署名を獲得し、オバマ政権に申し立てに正式に対応する、要を要求する式位置を超えた。国立標準技術研究所の理事長、パトリック・ディ・ヤラガーは、関与単位がメートル法により定義されており、測定システムに関して国家はバイインガルになっていると公式に回答した。 ギャラガーはまた、メートル法の使用は個人によって行われる選択であると述べた。2013年をはじめ、ハワイ州議会議長カール・ローズは、州内でメートル法を義務化する措置を講じることを求めた法案 HB36 をハワイ州会員に提出した。メートル法に関してと呼ばれるこの法案は、法律が2018年1月1日に施行されることを規定していた。 2014年6月までに法案 HB36 は十分な支援を得ておらず廃案になったとみなされた。法案が可決成立した場合、ハワイ州は後半にメートル法を導入した最初の州になっていた。2015年1月、オレゴン州上院議員ブライアン・バックイストはメートル法推進者デビット・パールの要請により、オレゴン州上院に 議案第166号を提出した。これはハワイ州の法案と同様のものである。それはオレゴン州内の公的測定単位として国際単位計を確立することになる。ほとんどのアメリカ人は学校でメートル法の単位を学んでいる。長さ、重量、時間、容量などで遠い過去に作られた多くの関与単位があるが、銃の倍量、分量を表す。 SI 接当時は、キロボルト、メガバイト、メガピクセル、また核爆発の TNT 換算のメガトンキロトンなどの最近の単位で使用される。SI 組み立て単位は、多くの分野で使用されている。住宅の電力計画は、キロワット時を使用する。電球から放射される高速は、諸ではなく、ルーメンで表される。SI 当時キロが小文字のキロで始まるにも、かかわらず、 大文字の K が線を表すのに用いられている、稼ぐなど。この使用法は1960年代以前には一般に線の意味で使用されていた G や M を大きく置き換えた。そして M はメガから100万を意味するようになった。テレビやラジオの天気予報は気温や露天には摂氏度ではなく可視度を、風速にはマイルマイジを、大気圧には 睡眠柱インチを使用する。カナダと国境を接するいくつかの州では、放送地域内のカナダ人も受信できるため、気温は歌詞と摂氏の両方で表される。最初にミリリットル、次にフロリダオンスで表示された、シャンプーボトル米国の消費者製品の中には、メートル方単位で切りの良い値になっているものがある。これは製造、流通、販売の国際化により増加している。 多くの品目はメートル法単位で切りの良い値で製造されており、一部の製造業者はメートル法による値を最初にまたは目立つように表示している。米国で最も一般的なメートル法の製品は2リットルボトルである。一部のスーパーマーケットチェーンではプライベートブランドの清涼飲料を3リットルのサイズで販売している。1リットルと0.5リットルのソフトドリンク容器は 時には12フロリダオンス、16フロリダオンス、20フロリダオンス、24フロリダオンスのサイズで販売される。0.5リットルの水のボトルは16オンスサイズにほぼ置き換えられている。700ミリリットルと1リットルのサイズも一般的だが自動販売機では20フロリダオンス、24フロリダオンスのサイズが一般的である。 1>, 1ガロンの代わりに3リットルや4リットルの牛乳を販売しようとする試みはあまり成功せず、米国ではほとんど見られない。牛乳はガロンの2分区画で販売され、ハーフパインとパインとクオート、ハーフガロンが主要なサイズである。シャンプー、うがい薬、デンタルフロスはメートル方サイズで販売され始めた。アメリカ合衆国における栄養表示の冷食品の栄養表示は、 個々の栄養素の内訳についてはメートル法単位のみを記載している。アルコールワインは世界の他の地域と同じように 750ml の標準ボトルで販売されている。酒の容量のフィフスという単位はもともとはーガロンの5分の1、すなわち 757ml であったことに由来しているが現在では一般的に 750ml である。 ビールは液体温スの単位で販売されている。規制は容器の許容サイズを管理するアルコールタバコ税防疫局によって設定される。ノンアルコール飲料とは異なり、ほとんどのアルコール製品は単位換算をラベルにつける必要はない。包装されない食品トマトはボンド単位で販売される。包装されない果物や野菜はボンド単位または1個単位で価格がつけられている。 スーパーマーケットやステーキハウスでは食肉はオンスやポンドの単位で売られている。放送されない商品は単位変換を行う必要はない。フープラ1992年以降、厚生放送表示法により放送された消費材のほとんどに汎用単位とメートル法単位の両方を表示するよう義務付けられている。一部の業界では この法律を改正する取り組みに取り組んでおり、製造業者はメートル法の表示のみを使用することができる。ニューヨーク州とアラバマ州を除く米国の48州ではメートル法単位での表示を許可する法律が採択されている。ニューヨーク州は2008年にメートル法表示を可能にする転換を調査中と報じられていたが、2009年までに完了していなかった。 1979年12月20日に発行された欧州共同体指令 80-181EEC によれば欧州連合は製品に単位の二重表示ができるのを2009年12月31日までとしていたがイギリスでの取り組みの努力の間に経験した問題により EU はこの期限を断念した EU の期限を待っている間に フプラがメートル法のみの表示を可能にするように改正することで輸入者と輸出者の両方が二つの異なるタイプの包装ラベルを生産する必要がなくなる。連邦レベルでのメートル法のみの表示を可能にする法案が2005年に導入された。米国の食品業者を代表する食品マーケティング協会からの大きな反対があり法案の導入が遅れた。フミーは メートル法のみのラベルを許可する法律が何らかの形でメートル法で切りの良い値にするためにパッケージのサイズを変更することが義務付けられる恐れがあると表明した。これは既存の陳列ケースの改造や交換が必要となる可能性がある。電子機器電子機器とコンピュータ産業は20世紀末に新しい技術が導入され、米国での製造がメートル法を基準とするアジアの 国々へ移行したことにより、大部分がメートル方標準に変わった。3.5mm ヘッドフォンコネクタテレビやコンピュータのディスプレイはインチ単位で宣伝、販売されている。画面は体格を測定される。アクセサリー用のジャックを備えた電子機器は伝統的に3、32インチ、1、8インチ、1、4インチのジャックを持つと記述されていた。 これらは 2.5mm のヘッドセットに置き換えられた。現在ではほとんどすべてのヘッドホンジャックが 3.5mm コネクタを使用している。5インチのフロッピーディスクは交渉のパッケージサイズが5インチであったが、それを置き換えた3.5インチのフロッピーディスクの交渉の設計直径は実際には 90mm であった。 CD や DVD の直径は 120mm であるがそのサイズを言及することはほとんどない。ミニ CD は 80mmCD と呼ばれることがある。コンピュータのファンのサイズはメートル方単位でのみ表示される。ハードディスクドライブや CD ドライブの米の幅は一般的に3インチか5インチである。消費者向けの写真フィルムは一般に 35mm 標準で、 販売されているが、プリントサイズとオーバンフィルムはインチで定義されている。デジタルカメラのセンササイズは1インチの逆数を示す。古風な方法で表されるので、1、1.6インチのセンサが1、2.5インチのセンサよりも大きい。しかし、レンズは焦点距離で表される。スマートフォンゲームのポケモン GO では、ある一定距離を移動することで得点が得られるが、 英語版ユーザーインターフェースでも、マイル表示はされず、換算オプションもない。Google 検索では、2km2 マイルズ、2km をマイルに等のように検索することで、単位換算を行ってくれる機能がついており、配信が開始された。直後の2016年7月中は、2km、5km、10km をマイルに換算する検索が急増した。 ギズモードでは、ポケモン GO は、アメリカ人にこっそりとメートル法を教えている、ポケモン GO is Secretly Teaching American's Zometric と、題された記事を掲載した。表面実装部品のサイズを表す表示において、A やに定めるインチ単位と、ISO に定めるミリメートル単位が並存しており、しかも両者で表示が、同じになるサイズ、0402表示や0603。 表示が存在するため、設計製造現場において、しばしば混乱を招いている。衣類服はセンチメートルではなく、インチで測定される。アメリカの靴のサイズは、子供向け、男性向け、女性向けで異なるが、すべてのサイズはインチから派生している。ナイキ、アディダス、リーバイスなどの主要な多国籍アパレルブランドは、世界中で同じ在庫を販売することがよくある。そのため、 商品のタグに多くの言語による選択時の注意の記号や説明に加えて SI と関与単位の両方が記載されている。建設業ではメートル法を採用している。ディメンションランバーは断面のサイズはインチ単位であり、長さはフィートで示されている。国際建築基準などのモデル建築基準は関与単位とメートル法単位の両方で情報が提供されているが、 現地で開発された建築基準の修正とゾーニングコードはしばしば観葉単位が排他的に提供される。カナダとの米国の近さのために共通の問題がまだ発生している。このような建設の傾向は日本に似ている。日本はメートル放火がほぼ完了している国であるが、伝統的な建設では依然として借款法が使用されている。しかし、 設計図では一般に重心法による数値を使用する。アメリカの巻尺ではフィートが10分の1に分割されていないため、建築業者は現場での変換を強制される。前の例では9.2フィートは9フィート2.4インチに相当する。これはアメリカの巻尺では9フィート2から3、8のマークをわずかに上回るが、 通常この程度の誤差は実用上重要ではない。航空管制や関連する目的のための航空機の高度は、米国ではフィートで測定される。実際、第二次世界大戦終了以降は、世界の大部分で航空機の高度の計測にフィートを使用している。例外は中華人民共和国、北朝鮮とほとんどの CIS 諸国である。例えば、長距離飛行を行っている。 航空会社は出発地、目的地ともに米国でなくても国際標準化されたフライトレベルシステムを使用して3万6六千フィートの標準巡航高度を使用することがある。2011年にはロシア連邦は空域を出入りする際の調整を不要にするために高高度でのフライトレベルをメートルからフィートに切り替えた。米国の民間航空会社のマイレージサービスは 一般にマイルを使用して管理される。メートル法を使用している一部の国際航空会社は、米国航空会社とのマイルの交換を簡素化するために、マイルに切り替えるか、両方を併用している。アエロメヒコは、キロメートルからマイルに転換し、ブラジルのバリグは、マイレージサービスが、スマイルズと命名されて以来マイルを使用していた。米国の影響により、米国以外でも、 航空機の速度に、ノット高度にフィートが使用されることがよくある。国内線と国際線の両方について、米国航空会社は荷物のサイズと重量を寛容単位で設定している。逆に、米国に飛ぶ国際航空会社は手荷物をメートル単位で制限することがよくある。使用される単位系に関わらず、変換は一般的に提供される。 手荷物の持ち込みの場合、運輸保安庁は液体を3.24液量をオンスに制限している。もともと運輸保安庁は3オンスに制限することを計画していたが、欧州連合からの圧力により1 0 0トルに切り替えた。ほとんどの学生には小、中、高校でメートル法についてある程度のレベル紹介されているが、重点が異なる。説明は主に10の類上。 関連する、窃盗時、ある窃盗時から別の窃盗時への変換の概念を中心に扱う。長さ、容積、質量の単位は通常の物体と比較して説明される。一般的なメートル法の使用が不十分なため、教室の外ではメートル法はほとんど強制されていない。その結果、学生はメートル法の基礎となる概念の一部を理解するかもしれないが、 必ずしもメートル法の単位の大きさを直感的に理解するとは限らない。理科教育では学生は主に実験や方程式でメートル法を使用し科学に関心を持つものをメートル法に慣れさせる。科学の授業は米国で学位を取得するための必須条件である。これはほとんどの教育を受けた人がメートル法に精通していることを保障する。高等教育では 複雑な変換を説明するために作られた演習を除き、メートル法は科学の授業に普遍的である。これらの概念は、科学においてメートル法が国際的に採用された後に発展したものであるため、電流、電圧、電化、電気抵抗等、電磁器に関する米国関与単位は存在しない。メートル法の単位は、アンペア、ボルト、クーロン、オームのみが使用される。 周波数にはサイクル毎秒という単位が使用されていたが SI のヘルツに置き換えられた。エネルギーはしばしば SI のジュールではなくワット時、A 熱量、サーム、カロリーで測定される。住宅用、商業用の電気エネルギーの使用量はほとんどのメートル法の国と同様にキロワット時で計量され請求される。燃料価格はほとんどの場合ガロン、バレル、 千立方フィート、トンなどの関用単位あたりのドルで提示される。暖房、冷房、燃焼は BTU 枚時や冷凍トンで測定されることが多く、発電所の効率はしばしば BTU5 とキロワット時単位の熱効率によって測定される。エンジン、電気モーター、発電所の蒸気タービンの定格出力はしばしば馬力で測定される。発電所の出力は 一般的にはメガワットで表される。米国は重信法による通貨を採用した最初の国の一つである。2001年まで米国の株式は古いスペインドルに基づいてドルの分数単位で取引されたが、米国証券取引委員会は株式取引をドルとセントに移行するよう命じた。しかし、米国財務省の再建及び債券は引き続き1ドルの32分の1。 64分の1、128分の1の単位で取引されている。いくつかの商品市場では、海洋単位で取引されている。連邦政府は、世界の生産量をメートル法単位で報告しているが、国内生産量についてはブッシェルで報告している。米国では、民生用及び法執行用の重機の光景について、インチとミリメートルの両方を使用している。歴史的には、 米国で設計された弾薬は光景がインチで表されていた。この伝統を変えたのは二つの開発である。異なる薬莢でも光景が同一である方が大きな優位性があることと国際的な武器貿易により米国にメートル法による光景がもたらされた。米軍は NATO 同盟国との相互運用性を確保する必要性からほぼべての武器の口径にそれが たとえ異なる測定値に由来、または導出する光景であっても、メートル方単位を使用している。しかし、米国の主要なハンドロードのマニュアルでは、弾丸の直径、カートリッジの全長粉体重点重量、速度、最大圧力などの関連するすべての測定に対して、それがヨーロッパで設計された完全にメートル方単位で丸められたものであっても、 米国関用単位を使用している。宝石類と真珠はメトリックカラットで販売されている。製造業のグローバル化はメートル法基準の普及につながったが、これはまだ普遍的ではない。自動車業界は、かつては関用単位とメートル法の両方の留め具が使用されていたが、現在は例外なくメートル法による部品のみで作られている。自動車のエンジンは、 かつては、立方インチ単位の排気量によって、名前が付けられていた。例えば、クライスラーの426ヘミエンジンは、現代の用語では7リットルと記載される。業界紙の出版社やアメリカの自動車メーカーによる技術観光物は、エンジン排気量を立方センチメートルや、リットルだけでなく立方インチでも記載することが多い。 例えば、ドッジ SRT-86.1 リットルヘミの使用では、排気量は370立方インチと記載されている。アメリカ軍は、軍事同盟軍、特に北大西洋条約機構の標準化協定との相互、運用性を確保するために、広範囲にメートル方単位を使用している。1918年以降、地上部隊は、クリックスの単位で距離を測定している。 1957年に導入された M14 をはじめとして、ほとんどの軍用銃器はメートル法単位が使用されている。ただし、50口径銃などの一部の例外はある。航空機の兵器は通常、ポンド単位で測定される。重火器の口径はミリメートル単位で測定される。軍用車両は一般的にメートル法基準に基づいて作られている。 アメリカ海軍における例外として、銃のサイズがインチで測定され、潜水艦艦隊は距離をキロヤード、深さをフィート、速度を場合によってはフィート毎秒で計測する。海軍と空軍は航海距離を乖離で、速度をノットで計測する。この二つの単位は SI において、併用単位とされている。さらに、軍用航空では、NATO 諸国は民間航空機と同様、 飛行高度をフィートで計測する。違法薬物や規制物質は多くの場合メートル法単位で測定される。それらを禁じている連邦法はメートル法の質量の単位で罰金を規定している。サブカルチャー内での日常的な使用においてマリファナは米国関用単位とメートル法単位の組み合わせで販売されている。小規模の取引の場合、 基本単位はグラムであるが、より大きい取引の場合、オンス、または、ポンドの分数が使用される。一般に、最小単位は1、8オンスであり、これはしばしば3.5グラムと定義され、単に、アンエースと呼ばれる。LSD の錠剤の強さは、ほとんど常にマイクログラムで表される。キロ、という用語は、薬物犯罪で押収された薬物の量を表す。 ために、法執行機関の人々によって一般的に使用されている。違法薬物のキロはしばしばキーという言葉で呼ばれる。科学ではメートル法の使用は本質的に普遍的であるが、追加の特殊な単位が世界的な使用と一致して様々な学問分野で使用される。水門学や地質学などの地球科学では何十年ものデータ収集の遺産の存在と、 メートル法を採用していない、建設業界と協力する必要があることから、現地調査において、寛容単位を使用し続けている。例えば、アメリカの灌漑技術者は、エーカーフィートや立方フィート毎秒を使用するが、オーストラリアの学者は、ギガリットルや、立ち方メートル毎秒を使用する。気象学では、メートル単位と、慣習単位の両方が広く使用されている。米国で使用されている。 定時飛行場実況気象通報式報告システムは、世界気象機関が使用している報告システムとは異なり、風速はメートル毎秒ではなくノットで、降水量は100分の1インチで、高度計の設定はヘクトパスカルではなく、睡眠柱インチで行われる。さらに、気温は可視度で報告されるが、ミターレポートで高度化されている場合は摂氏に変換される。外界観測図は、 蒸気の風速を除いて SI 単位で表され、計算のために変換する必要がある。大気オ度トドチャートではケルビンを使用しているが、大気温度チャートでは通常接指導を使用する。これらはいずれも国際的な使用法と一致している。大気渦旅は通常10万秒あたりの回転数で測定されるが、SI で推奨されるラジアンは使用されない。しかし、 アメリカ国立気象局やテレビラジオ放送の天気予報では、ほぼ寛容単位が使用されている。温度と露天には、可視度、雨や氷には、インチの分数、雪には、インチ、気圧には、睡眠柱インチ、風速には、マイルマイジ、波高には、フィート、積雪量には10分の1インチが使用される。ハリケーンの気圧計の読みは、通常、 ヘクトパスカルに等しいミリバールが使用される。これはカナダで使用されるキロパスカルの10倍である。この用途における水銀の使用は急速に減少している。NASA は2007年の初めに2020年に計画している月探査においてメートル法を使用すると発表した。しかし NASA の月探査計画は2010年にキャンセルされた。 5ミリグラムの処方錠剤カプセルを入れた容器医療分野では主にメートル法単位が使用されている。患者との会話の際には特定のデータが関用単位で提示される。薬理学処方薬と非処方薬の両方の投薬量は常に SI 単位で測定されており、最も一般的な単位はミリグラムである。より小さな容量にはマイクログラムを使用する。SI セットオジマイクロは ほとんどのアメリカ人には知られておらず、ほとんどのキーボードで利用できないため、医療業界ではマイクログラムを示すために、略語 MCG を使用している。ビタミンについては、栄養素の量はグラム単位、または世界保健機関で標準化された国際単位で与えられる。薬品の容器のサイズは、主に液量ドラム単位であるが、立方センチメートル単位や時には、 流体ンス単位のものもある。長い間、薬物の液体投与量は、ミリリットルと汎用単位である、ティースプーンテーブルスプーンの両方で表示されている。ティースプーンとテーブルスプーンは5ミリリットル、15ミリリットルに標準化されているが、多くの人々は、それらを、大さじ小さじと、交互的に呼び習わしている。2015年の主要な分析により、 投薬量の指示にティースプーンテーブルスプーンを使用すると測定機器として非公正な台所用品を使用する人が増える可能性が高いことが判明した。この理由とティースプーンテーブルスプーンの略語 TSP-TBSP が混同されやすいという報告があることから FDA は医師や製薬メーカーに対し投与指示にミリリットルのみのを使用するよう推奨している。 この移行を支援するために FDA は製薬会社と薬局に液体医薬品に使い捨ての計量カップを入れることを奨励している。濃度と血液検査薬物の投与量のガイドラインはミリグラムごとキログラムで指定されている。米国の医療従事者が使用している正確な単位は他の国に比べて時々変化する。例えば、米国の糖尿病患者は血糖値を コレステロールや他の血液濃度と同様に、ミリグラムごとでシリットルで測定するが、他のほとんどの国ではミリモルごとリットルを使用する。アメリカの血統計には、二つの単位を切り替える機能がある。採血や採用はミリリットル単位で行われる。点滴静脈注射はミリリットル単位で行われる。混乱を避けるために、1リットルのバッグには1000、ミリリットルと記載されている。 長さと重さ身長などの身体測定のデータはセンチメートルで記録されることがある。ボディマス指数はキログラム、平方メートルで計算するが、ポンドとインチからも計算することができる。医療従事者が SI 単位で身長と体重のデータを取ったとしても、ほとんどの場合、患者と話すときには、寛用単位を使用する。 運動の量は歩いたマイル数で患者とよく話がされる。砂糖、ナトリウムなどの摂取量は通常グラムやミリグラムで記述される。獣医師によって異なるが、講習との相互作用に重きが置かれているため、動物の体重はほぼ常にポンドとオンスで記録され報告される。対照的に獣医大学病院での使用は SI 単位が指示されている。しかの位置。 運動および臭チャートの測定値はミリメートルである。正確な騒音レベル測定装置はマイクロフォンの登場以降に発明されたものであり、その時には物理の分野で国際的に SI が普及していた。したがって音圧に関する特性の情報は理論的には重量ポンドごと平方インチで評価することも可能であるが事実上決して行われない。その代わりに 国際的に使用されているデシベルスケールを使うのが最も一般的である。非対数スケールを使用したい場合にはデシベルに関連する騒音尺度が使用される。例えば、家電製品の騒音レベルは通常騒音出力の点で評価される。聴覚保護は特定の周波数でデシベルの低減を表示するより詳細なチャートで デシベル低減の観点からラベル付けされなければならない。米国市民は国際的なスポーツイベント、特にオリンピックの報道を通じて、しばしばメートル法の単位を目にすることになる。陸上競技のオリンピック予選会は常にメートル単位の距離で実施されており、選ばれた選手が競技を再現できるように、1974年には全米陸上競技選手権大会がメートル法に、 変更された。しかし、全米陸上競技連盟は2002年まで総高飛びの全国選手権で米国関与単位を使用し続けた。全米大学体育協会は1976年に全米選手権レベルで計測システムを変更した。最後に抵抗を続けたのは、高校スポーツを管理する全米州立高校協会で1980年にメートル法に転換した。 それによると、米国の陸上競技大会は、一般的に400メートルの倍数で行われ、これは伝統的なマイルベースの長さに、ほぼ相当する。オリンピックでは、1600メートルではなく1500メートルで、競技が行われる。米国で行われる競争種目は、マイル単位の距離も依然一般的であるが、通常はメートル単位の距離で行われる。しかし、 5キロや10キロの競争でもコースにマイル単位のマーカーがついていることが多く、キロメートル単位のマーカーはない。長距離競争は10マイル競争などの例外は存在するが、キロメートル単位で計測されることが多い。マラソンは42.195キロメートルではなく、26.219マイル競争と呼ばれている。ウルトラマラソンは、 ほとんど標準化は行われておらず、マイルかキロメートルのいずれかで測定される。オリンピックと米国の陸上競技では、数年にわたってメートル法が使用されているが、アメリカの聴衆がメートル法の測定値を理解する、手助けとなる解説を、スポーツ解説者が提供することがまだ一般的である。砲丸投げ、総高飛び、円盤投げなどで使用される。 測定距離は全米及び国際レベルを除いてしばしばフィートとインチで表される。2017年フロリダ校公陸上競技連盟はこの傾向を初めて克服し陸上競技大会でメートル法を使用した。サッカーのような人気のあるチームスポーツのフィールドやコートのサイズはもともと非メートル単位で設定されていた。これは アメリカンフットボールにおいても同様であり、競技フィールドはヤードで分割され、多くの重要な統計がヤード単位で測定される。同様に、野球場、バスケットボールコートテニスコートアイスホッケーリンクはフィートで、ゴルフコースはヤードで、自動車競技のトラックはマイルで、競馬場はハロンで寸法が規定されている。米国内の自動車競技の長さは、一般的にマイル単位で設定されている。 一方、スキー板やスキーボールなどのスポーツ用品の一部はメートル法単位のものが販売されている。1977年、アメリカンフットボールの試合メートル法単位で施行されたことがある。この傾向は定着することはなかった。一般的な競泳プールの大きさは25ヤード、25メートル、50メートルである。高校と NCWA は25ヤードのプールで、 協議を行う。週間高速道路19号線のバレンシアロード、ツーソン空港500メートルの標識高速道路において、制限速度はマイル毎時で表示され、距離は主にマイル、ヤード、フィートで表示される。マイルとキロメートルを併用した標識もわずかに見られるが、それはメートル法以降のデモンストレーションプロジェクトで設置されたものであり、 もはや維持されていないものである。一つの例外は、アリゾナ州の週間高速道路19号線であり、速度制限標識を除き、ほぼ完全2メートル法で標識が設置されていた。しかし、これらの道路標識は、交換されるにつれて、関与単位に戻されている。もう一つの例外は、デラウェア州道1号のターンパイク区間である。1990年代のカに、 米国におけるメートル法への転換を予期して、キロメートル単位のシステムを使用している。距離標識はもともとキロメートル単位であったが、順次標準的なマイル単位の標識に置き換えられている。出口番号はメートル法のままである。統一交通制御装置マニュアルの2000年版、2003年版、及び2004年版は、メートル法と、米国関用単位の両方を用いて発行された。 キロメートル毎時単位の速度標識を含むメートル法の標識は道路上で通常使用されていなかったにもかかわらずマニュアルに表示されておりメートル法以降のための計画はなかった。視覚的な区別のためにメートル法による制限速度の規制標識と補助標識は数字の後にキロメートル毎時と書かれたものを黒い丸で囲みその他のメートル法による規制標識は 標識の上に黄色地に黒地でメトリックと書かれたプレートをつける。メートル法による標識と測定は2009年版では削除されメートル法の変換表の付録に置き換えられた。これは法的にはメートル法に移行しているにもかかわらず法律でメートル法による標識が禁止されているイギリスとは対照的である。ワシントン州ブレインの速度制限標識。 マイルパーアワーとキロメートルマイジの両方で表示されている。ハワイ州カウアイ島の州道の新しい標識にはマイルとキロメートルの両方で距離が記載されている。ハワイ島の高速道路に沿ったマイルマーカーはマイルとキロメートルによる距離の整数部が書かれている。テキサス州ヒューストンでは速度制限標識の多くは マイルパーアワーによる標識の下にキロメートル毎時による標識がある。これらは空港とテキサス医療センターの近くにある。プエルトリコでは高速道路において一般的にアメリカ式の標識でメートル法が使用されている。キロポストや距離標識はキロメートル単位で表示されているが速度制限標識はマイル毎時単位である。メイン州ターンパイクでは メイン州のビーチを訪れる多くのカナダ人、観光客のために、高速道路の標識に関与単位に加えて、メートル法による表示を行っている。ガソリンやディーゼル燃料は、米ガロンで販売され、燃費は、マイルごとガロンで評価される。メートル法による単位では、キロメートルマイリットルとなるが、これはあまり使用されず、メートル法の諸国では、逆数のリットルごとキロメートルや、 リットルごと1 0 0トルが使用される。ワシントン州ポイントロバーツはカナダのみに接しており、ワシントン州の残りの地域からはカナダにわたってのみ、アクセス可能な半島であるが、リットル単位で構成されたポンプでガソリンを販売している。プエルトリコでもガソリンがリットル単位で販売されている。自動車のクランクケース油はクオート単位で、不凍液はガロン単位で、 ブレーキフルードは液量オンスタン位で空調冷媒は質量オンスタン位で販売されているワイパーの交換グレードはインチ単位で測定される国内線のフライトでは高度がフィート単位で割り当てられ速度はノット単位で測定される海図では深度がファゾムで示され航海距離には帰りを使用する鉄道ではヨーロッパの大部分と同じ 4フィート8インチの標準機を使用している。マイルパーアワーの値と、それより小さいキロメートル毎時の値が表示された、速度計車両の制御と表示を管理する、米国連邦自動車安全基準101では、速度計にマイル毎時のみ、または、マイルパーアワーとキロメートル毎時の両方を表示する、ことを認めている。実際には、ほとんどの米国市場向けの車両は、 マイル単位の走行距離計とマイル毎時をメインの表示とする両方の単位の表示をした速度計を備えている。2000年代のいくつかのビューイックは速度計のメモリが一つだけで、マイルパーアワーとキロメートル毎時を切り替えるためのボタンがついている。その他の車両にはデジタル速度計があり、マイルパーアワーとキロメートル毎時のいずれかで速度を読み取るように設定できる。 速度の別の一般的な単位はメートル毎秒であり、リフトやケーブルカーで特に使用される。走行距離計はマイルかキロメートルで記録することが認められているが、記録する単位を明記する必要がある。車の空気圧を示す、ステッカー乗用車のタイヤの空気圧は、通常約30重量ポンドごと平方インチ、または207キロパスカルである。これは、タイヤの側面に、 メートル法の単位に対応するコードで記載されている。いくつかの測定値は、寛容単位とメートル法単位の両方から、組み立てられた単位で報告される。電気に関係するもののような、より最近に理解された特性については、伝統的な単位は存在しない。常に SI が使用され、しばしば、米国寛容単位と組み合わせられる。例えば、 ナショナルエレクトリカルコードハンドブックの第9章の表8で単位長さあたりの胴体の抵抗が1000フィートあたりのオームで与えられている。また、関用単位に SI 接頭時を付けることもある。例えば、米国の潜水艦の目標までの距離はマイルヤードフィートの組み合わせではなく、キロヤードで表される。電話の通信線の長さとループ距離はキロフィート単位で測定される。 土木工学と建築のいくつかの分野では大きな荷重と力が重量症ととんではなく切符で表される。米国関与単位の継続的な使用は舞台が将来に設定されたフィクションで作家にメートル法の採用について推測させている。多くの著者は米国と一般的な人種はメートル法を使用すると仮定している。しかし他のものは 米国観葉単位の継続的使用を前提としているか、またはメートル方向を考慮に入れなかった。作家は単にアメリカの読者や視聴者が測定値を理解しやすくするためだけに観葉単位を使用することがある。または単なるアクシデントによって観葉単位が使用されることもある。例えば、1966年の SF テレビドラマ、宇宙大作戦では、 23世紀を舞台とし、複数の惑星国家出身の人物が登場するにも、かかわらず、当初は米国関与単位が使用されていた。後に、シリーズの途中から矛盾しているにもかかわらず、メートル法が用いられるようになった。新スタートレックや、スタートレック、エンタープライズなど、この番組の続編では、メートル法のみが使用されている。 メートル法とメートル法に対する米国の態度は、ザ・シンプソンズ、フューチュラマ、ビッグバンセオリーなどのテレビ番組でユーモラスなジャブのターゲットである。メートル法化運動の最盛期に発表されたデカベットというタイトルのサタゲーナイトライブのスケッチでは、わずか10文字からなる新しいアルファベットを導入して、様々なメートル法の測定値を示した。百九十四年の映画、 パルプフィクションでは、ヴィンセント・ベガが、ジュールス・ウィンフィールドに、ヨーロッパは少し違う、と言っている。これは、例えばパリでは、クォーターパウンダー・ウィズ・チーズが、彼らがメートル法を使用しており、クォーターパウンダーが何であるかわからないので、ロイヤルチーズと呼ばれているからである。その後、ジュールスは、フランスのメートル法の使用が、クォーターパウンダーという用語を排除していると正しく、推定した後、 被害者の一人の知性を褒めている。ポピュラーサイエンスの2003年9月号では、ニストのメートル法支持者が科学における最悪の仕事リストに掲載された。ありがとうございます。